ちょっとあなた、マキに聞いたわよ。これまでのミューズの活動をまとめた学校新聞を作るんですってね。どうして一番初めに私のところに取材に来ないのよ。私の記事なしでこれまでのミューズの活動を語れるとでも思ってるの？さあ、理解したらさっさと取材を始めなさい。写真も忘れず撮るのよ。え、写真も撮るのかって当たり前でしょ。写真もなしにこの大銀河宇宙ナンバーワンアイドル矢沢ニコの魅力が語れるわけないでしょ。もう失礼しちゃうわね。聞きたいことって何？取材なんだから聞きたいことの一つや二つあるんでしょ。音の木坂学院の生徒からスクールアイドルになった感想知ってると思うけど、私ずっとアイドルになりたかったの。だから3年生になってほのかたちがスクールアイドルの活動を始めて悔しかった。私の2年間は何だったのって。でもね、今は感謝してる。私をスクールアイドルにしてくれてありがとうって。これは恥ずかしいから記事にはしないでよね。